ちょっと待て、お前、親に向かってあんたとのなんだよ。今さら父親かて不活なよ。仕事仕事でこっちにはまるで無関心だったくせに。あなたにとって私は妻ではなかったわけですね。お父さんから一番欲しいものはもらえなかったんだよ。できることならもう一度二十歳に帰りたい。人を愛するって一体何？奪わずして与えるってどういうこと？無償の愛に生き、利己心が出れば夢から覚める。ああ神様、無償の愛って何ですか？人を生かすって何ですか？人を許すって何ですか？許される人にはこの私も選ばれる。もう失敗しない。今度こそ自分も家族も幸せにするんだ。